近は憂い顔も様になるね。数ヶ月前までここは緑あふれる森だった。そう言って誰が信じるのだろうな。鬼どもの調量を許せば世界は歪み消える。だから俺たちモノノフが鬼を撃つだろ。そうだな。私は歌方の里に戻る。始末は任せた。ああ、新人が来るんだったら使えるやつだといいな。来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。俺は山、新たな仲間を歓迎し、こっちは桜花だ。お前の順よろしく。
いい腕をしているそうだな。お前の家を用意してやる。ひとまず荷物を置いてこい。任務の説明はそれからだ。オーカ、案内してやれ。心得ました。では行こうか。ようこそ歌方の里へ。我らモノノフの本拠の一つ。もっとも普段はのどかなものだが、君も落ち着いたら里を見て回るといい。では自宅まで案内しよう。おお、君は東の地の出身。あの辺りはむごい状況だと聞いている。中津国に来てからまだ。何、すぐ慣れる。さて君の家だ。君が来るというのでな。いそ、なかなか骨が折れたぞ冗談だ。さあ入ろうか。長い間主のいなかった家だ。一通り必要なものは揃えたが。もういいのか。最近は物資も不足しがちでな。まあうまくやってくれ。さてじゃあ次。すまないが、一緒に来てく。戦の時だ。お頭、遅くなりました。雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かってきている。これより総員。早速だが、お前にも働いてもらおう。大家と共に里に迫る鬼を。モノノフを名乗るに足るか。その力、た。ふん、いい目だ。我ら鬼を撃つ鬼となりて。行け、そして生きて戻れ。着任早々すまないな。だがこれが歌方の日常。8年前の大曲がとき以来、この世にあふれ出た異形の。奴らは人の魂を喰らい、と日の本の大半はすでに異界に沈んだ。あの美しかった森も、人の住まう地を、これ以上一匹残らず殲滅。よし、では行こう。任務に出るときはそこの受け。詳しい話は優に聞いて。はじめまして。ここで任務を受けられる際は戦場にはそこ。突然の任務、どうか何時に。こんにちは。頑張ってく。ものを解き放ち、この世界に返す。それもモノノフの務めだ。共に会えない。驚いたな。
御霊をその身に呼び込むとは。彼らは鬼に囚われし英雄の魂、心強い我らの味方だ。誇るといい、御霊と心を結べるのは才あるもののふの証なのだから。せいだな、御霊と魂を結び異能の力を引き出す、それが私たちの戦だ。人々は私たちをこう呼ぶ。鬼を撃つ鬼、金眼四つ目の守り人、もののふとな。初陣で御霊を宿したのは、君が鬼から解放したのが誰の御霊かわかるか。源の頼光、君にふさわしい御霊だ。もののふは歴史の影帽子、御霊と魂を結び、君はその日覚悟しておくことだ。これからさあ、お頭に報告に行くぞ。おや、あなたは噂の新人の方で。僕は秋水、何かわからないことがある。あなたは滅びに見入られた。楽しみにしています。いかがされましたか？もういいのですか？誰？噂の神、御霊？御霊のことなら私、御霊の子。あ、御霊は武器に持ってるだけでは違う。鬼を撃つわ。じゃった。おめえのそう簡単に死ぬんじゃ。しっかりと。